いっちゃおう、はい、今日またおまけの一冊、これすぐ終わりますからね、今日の一冊、4冊目はキャリー・ブラックマンでメンズウェア100年史ですね。メンズウェア100年史、はい、P バイブックスというとこから出てますけどもね、これがねいいんですよ。もうタイトル通りメンズウェアの100年の歴史をもう写真とともに振り返ろうっていう、そういう分かりやすい、本なんですけど、写真集ですね。だからいやーこれはねトマス・ピンチョンと違ってまあ分かりやすいよ本当に。表紙がまず分かりやすいだろ。デビッド・ボーイがさ、こうマスタード色のジャケットスーツを着て、タバコを口にくわえてこっちを睨んでますよ。かっこいいねなんで70年代ってこういうちょっとさ中性的な人来たがね、沢田研二とかさ、いいんだ。で100年の歴史ですからね、まずそうするとスーツの歴史ってとこから始まるんですよね。でスーツってのはまあこういうもんだっていう風なことをこう振り返るわけ。そうすると、いろんなスターがいてって言ってさ、あの割とこうケイリー・グラントはこういう風に着ててああだとか、そういう話がこう書いてくわけよ。でさ最初は1900年から39年までは書いてあるんだよ。でそれでいろんなものを書いてある、スーツの後からその後は、ミリタリーとかね、そういうスポーツウェアみたいなものにも話がかかってきて、だからそれ実用的なものだったと、服は昔ね。で面白かったのが服っていうのはそのやっぱその思想の表明でもあると。だから下手するとちょっとさ派手な格好してるは自分はちょっとゲイだよってことをなんとなく匂わすとかね、そういうものだったんだって昔は。でそうするとその後こう1940年からその後一気にこうガーッといろんなものを振り返っていくんだけど、もうね俺最初見た時はこれあれかなと、スーツ系とかそういうものしか書いてないのかなと思ったらね、この本偉いのがちゃんと B 系の方もちゃんと話広げてあるのよ。だからこう割とその近代、つまりあや現代のその服装っていうものをある程度こう網羅してあるんだよね。で歴史を踏まえてこう見てきますから年代ごとにね、楽しいね本当に。服ってさ楽しいね。あの何がいいってさ、衣食住の話ってあのみんな絶対関わってくるものじゃないですか。絶対これ無視できないわけでしょ。まあ例えば俺はホームレスだから別に住むとこは空の下だぜってかっこいい人もいるけどね、あの皮肉じゃなく本当にさ、そういう人もいるだろうけど、でも服って着ないと外出れないですよねやっぱり。でやっぱ屋根ないとやっぱ生活できないですし、やっぱご飯って食べないと生きていけないんですよどうしたってね。だからやっぱ衣食住に関わる話ってみんないろんなそのこだわりがあるだろうから面白いんじゃねえかなと思って、例えば俺は赤好きだよって人いれば、俺青好きなんだって言って、ああそうなんつって、どこどこなんつって言って、いやこういうとこが好きでなんつって言ってさ、いう話もいろいろできるでしょうしね。で何よりもね、本のレイアウトがいいんですよ。すごく読みやすいね。最初に例えばこういろんなスタイルごとに書いてあって、で最初 1,2 ページのこうエッセイが書いてあって、その後写真にちょっと短いコラムが、俺短いコラムって好きなんで、あんまダラダラ書くの好きじゃないから、でこれの写真の説明が書いてあるわけで、写真がたくさん載っててさ、でスティーブ・マックインだね、さっき言ったようにケイリー・グラントだなんだって出てくるわけよ。もうダメ。でデビッド・ボーイがね、そのやっぱこうもっとそのなんつう、ユニセックスっていうのはやっぱ男女の垣根をこうやっぱ超えてくスタイルもやっぱその辺70年代ぐらいから出てきたんだよとかってこう来るわけよ。へえ、もうダメ。もうさ、もう楽しいしか言えないこれ本当。だからあのまあ、ぜひ読んでくれってことなんだけども。あと衣食住の話って俺あとねやっぱね、何よりもいつも言うけど山口彰さんでも言えるんだけどもね、俺やっぱ綺麗なものが好きです。あのやっぱりかっこいい人がいい。あのかっこいい人しか載ってないのよこの本さ。なんか楽しいね。でやっぱあれだってね、男性のファッションから女性のファッションに影響を与えたっていうところもあるらしいんだ、このキャリー・ブラックマンさんって人が言うにはさ。だからまあすごくその100年分の歴史をやっぱこのギュッとそのテンポよくまとめたっていうとやっぱ大したもんだと思いますんでね。まあ俺は洋服に興味ないよっていう人もいるでしょうけど、別にそれは構わないんだけどもね。まあちょっと洋服とかに興味ある人ね、これさえ押さえとけばとは言えないかもしれないけれども、でもやっぱこれね棚にあったらモテるよ間違いないよ。これ女の子来た時どうよね、メンズは100年史ねあったら、え何この本って絶対来るじゃん。いやまあ俺はまあちょっとさ、まあメンズウェアさあって、なんでこの言い方いいでしょ。とりあえずスコッチ飲む。あと俺なんかレコードでしか聴かないしね、これフルーツポイめんどくせえってレコードでしか聴かないしねって言って、これでジャムロクワイの1枚目かかったらやったって言うでしょ。うーちゃんこれね待ってましたって言うと思うんでさ、最後偉いのが
最後ね、最初スーツから始まるでしょ、でいろいろこうスタイルを紹介してるでしょ、最後そのデザイナーで締めるんだよ、トム・フォードの服もう大抵って感じね、生まれ変わったらトム・フォードと思ったもんな、本当もう大好き。ちょっと前の2007年のコレクションだからさ、僕の大好きなサルエル、今履いてる人少ないでしょうけどね、こう上がこう割とこうトラディショナルな格好っていうのと、なんかこうね、まあ、こうベーシックなスーツ着て、下がサルエルスタイルのそのパンツとかも見てて、あー7年前にファッションに興味持ってたらなと思いました本当そんな前なんだね本当もね、まあね、とにかく本当にいろんなこういろんな社会思想みたいなものも入ってきてってことをね、キャリー・ブラックマンさんすごくよくまとめてたと思いますんで、本当にこれ絶対いい一冊ですから、読んでみてください、これ本当で。ちなみにですね、ウィメンズウェア100年史ってまたこれちょっとシャレにならなそうなものを私今予約してあるんですけどね、届くのが楽しみでしょうがないって感じですね。はい。というわけで、今日の4冊目はキャリー・ブラックマンさんでメンズウェア100年史でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。